な、何かの撮影ですか？何の撮影なんだ？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。私も自分の部屋にね、自分の部屋というか、自分の島の部屋にやっとね、音楽をつけたんよ。お、到着。秋？秋かな？あ、見てあれ、ポケモンなんやけど、旗。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、デッチーニという島の耳を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、魅惑のデッチーニ島をご堪能くださいまし。デッチーニ島に到着。ほら、見て見て見て。めっちゃ昔のポケモンや。これあれかな？ポケモン、ピカチュウ？あれ、ピカチュウが後ろついて歩いてくるやつやろ。え、めっちゃいいんやけど。なにこれ？なんか木の実のツリーみたいなのがある。超かわいい。ねえ、なんか、なんて言うん？なにこれ？松ぼっくり？松ぼっくりのなんか、塊みたいなのがある。いいな、なんか、秋いいね。いいね。キノコいっぱい生えとる。かわいい。いいな、いいな。このキノコはランプってことか。なにこれ、マシュマロさして焼きよる。なんかちょっと女子力高い感じ。秋にはキノコ計画がいっぱいあるということかな。よし、それじゃあちょっと、お邪魔します。お、すごい落ち着いた感じの部屋やね。よき。あ、タツノオトシゴいいな。え、なんかめっちゃ、すごいいい感じにまとまっていらっしゃる。あ、これいいな、この本。なんかしおりが挟まっとるやつ。これなんなんやろ。ただの飾り？はい、それじゃあ左の部屋へ。お？左側なんかめっちゃ、どうした？大丈夫か？こんな部屋にいて。こんな部屋にいて大丈夫なんすか？え、これは？なんかみんながよく、お風呂場とかに使いよるやつ？またなんか違う感じ？こんなんやっけ？なんかめっちゃ光ってない？なんか超白くない？なんか、なんて言うんやろ、霧というよりは、雲みたいな感じに見えるね。なんでやろ。なんかライトが当たっとるとかそういうこと？かな。わからねえ。なんか知らんけどめっちゃいろんな研究をしよるっぽいね。あれは失敗はしてないのかな？大丈夫なんかな？はい、それじゃあ奥の部屋へ。お。え、かわいい！見て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 。これあれやろ？クローゼットよね。え、めっちゃかわいいんやけど、いいな。いいな、私これが欲しかった。え、私の島はね、普通に、え、これ、リメイクとか？そうじゃなくて？これって横にポケットついとんやね。初めて知ったんやけど。え、めっちゃ可愛いんやけど。よき。ここはお風呂場ということでいいんかな？なんか真ん中はちょっとくつろげるみたいやけど。はい、そして、ん？こっちからはいけんのか。こっちからか。はい、右の部屋へ。あれ？お風呂場はこっち？さっきの場所は一体？こっちは何？お客様用とかそういうこと？ではなく、なんかトイレいっぱいある。え、もしかしてあれなんかな？個人の家とかじゃなくって、なんか施設なんかな？公共施設みたいな。ね、なんかトイレいっぱいあるんやけど。え、なんかこの絵いいね。なんかいいね。シンプル。何の建物なんやろうな、ここ。これさ、さっき思ったんやけど、この電話も良くない？これって電話よね。なんかなんていうん。昔の海外ドラマみたいなんで。見たことあるような気がする。はい、それじゃあ2階へ。あ、2階はなんか、普通に
今時の女の子の部屋って感じ。てか、ここになんかすべて、生活スペースが集約されているような感じが。え、これってさ、おもちゃ箱みたいな感じじゃない？積み重ねれるん？2段にできる感じ？え、もともと2段じゃないよね？え、なんかめっちゃリアルじゃない？わかる？なんかすごいリアルじゃない？絶対こういう家の人おるやろ。え、絶対おるやろ。こんな感じの。え、かわいい。見てこれ。この裁縫セット。めっちゃかわいくない？いいね、いいね。ほら、ここにすべてが集約されとって、しかもめっちゃなんか、リアル。よき。え、これはさ、この家具は、これで一つ？なんか、換気扇のところだけ色違うんやけど、そういう仕様なんかな、元から。なんかいいね。こういう感じ好きなんや。リアルな感じ。リアルやけど綺麗な感じ。ほい、そして地下へ。ほ、なんか地下学校だ。何一人早弁してんの。何一人早弁してんの、何してんだ。ここあれかな、副担任が座っとったりするんかな。あ、こういうタイプのやつもあるんやね。なる、なんか監視カメラついてる、びっくり。へぇ、監視カメラがついてるような教室があるんすか。あ、これ国語の授業やね。縦書きやし。なんかこういう感じ。先生たちみんなこういう書き方よね。なんなんやろ。決まっとんかな。なんか、向こうは一人、美術の授業しよるけど。ほら。あ、そして、教室の後ろでは生き物を飼っていると。ふんふんふん。アリやん。アリと？これは、クワガタ？カブトムシ？え、なにこれ？なんか思ったよりでかかった気がする。カブトムシか？なんか、思ったよりでかかった。私上の部分だけかと思った虫。あれ全体か。まあ、なんかいろんな季節が一緒になってるっていう感じなんかな、この建物は。はい、それじゃあ、お、ん？これはもしかして、着替えか？よし、着替えましょう。よしよし。ってことで、質素な帽子。アンティークなブーツ。スラックス。オカリナ。なんかさ、いい感じに旅人風、なんかスナフキンみたいになったけど、服だけ派手っていうね。あ、すごい。これなんか、奏でられやんかな。手の動きが、手の動きがめちゃくちゃうるさいけど。このままでなんか奏でれたらいいのにな。こんな感じで、お！なんかいろいろと落ちてる。デイリータイツ、編み上げブーツ、オランダの帽子、全身タイツ、旅。めっちゃいろんなのあるんやけど。ちょっとテントにお邪魔します。お！ここではなんか3人がキャンプしようんかな？え、その人たちのお着替えだったりしてこれ。ちょっと奪ってしまったけど、お、どちら様でしょう。りんちゃん、マイデザもあるよ。マイデザ、てか服装おしゃれだね。あ、いいな、白いバラだけこうやって集めたらめっちゃ綺麗な感じになるね。よき。そしてその中に白いピアノ。ん、そしてここはね、なんかハリポタの談話室らしい。チェス。茶色いのおしゃれやな、なんか。ね、白黒というわけではなく。なんか、ここの岩場の部分にさ、こうやってなんか部屋作るの、なんか、いいね。斬新な感じ。え、なんか土偶がいっぱい。え、なにこれ？何かの撮影ですか？何の撮影なんだ？何が起こっているんだ？あ、見て！ほら、金のバラ！金のバラ、私、
あんまり見たことないよね、あつ森の中で。かさ、え？ここは？ここは海賊のアジト。うわぁ、めっちゃ財宝。財宝やって。めっちゃ財宝ありやん。いいね。え、あの王冠ってちゃんと身につけれるやつよね。綺麗。あ、この辺のは何？アンティーク家具とかも集めてるってことなんかな？なるほどね。すげえ。よくし、何が回転しようかと思った。あれ、ミシンかな。すごい。お、びっくりした。ジュン君おった。あれ、さっきもおった？来るとき。気づかなかったよ。で、こっちはね、秘境エリアらしく。これもやっぱり、岩の位置とか調整したんやろうな、すごい。ね。え、これは何？これもなんか、これもなんか変えるやつ？自然の石じゃないよね、確実に。なんか巨人みたいな。巨人のような。このキノコは自然に生えてくるやつかな？平たいキノコ。ぽいね、ぽいね。あの上にあるお墓もすごい気になるのだけど、お、そのまた上にもあった。お、こっちも。ん？あ、こっちは行き止まりと。こっちの方はね、キャンプエリア。えーい。あ、ここ飛び越えれる感じやんね。よ。おう、びっくりした。誰だったか、シベリアさんか？オカリナ吹いた。ん？見かけねえ顔だな。おめえ誰だ？あ、これってあれだな。夢の中ってやつだろ。ま、とにかくよく来たな。歓迎するぜ、テスダス。デスダス。ここはマーメイドエリア。かわいい。なんかこの家具もあれ？色がいろいろあるわけ？ほ。ほ。びっくりした。もう一匹おるんかと思った。すごいな、マーメイドエリア。実際にこの辺に人魚姫とかおりそうな感じ。お、砂のし、これ何？椅子これ。は、座れる。こんな感じの椅子があるんやね。なるほど。このお風呂。うわうわ。私もこういうさ、ジャグジーが欲しいんですが。めっちゃ欲しいんですが。ほい。お、お、ゆったりと音楽が。なんかあれやね、飛び越す部分がいっぱいあるね。ここは。なるほど。こういう感じで。この辺でまたゆったりと、ゆったりゆったりと過ごすわけだね。キャンプしてるにしてはなんかめっちゃ真っ白な服を好むのね。すごい綺麗好きやったりするんかな。ん、そして、なんかあの上に人形があるよ。あ、こっちはなんか街っぽい感じになっとる。この辺は街ということでよろしいのかしら。お、積み上がった本。ここでめちゃくちゃ本を読んでいらっしゃるのね。なるほど。あ、なんか、木、いろんな色があるな。なんかこれちょっとオレンジっぽい、黄色っぽい、赤っぽい。ね、なんか、なに？いろんな段階があるの？おー、ほら、街。昔懐かしい街って感じやね。ほらほらほら、電車電車。良きだね。あ、なんかこれね、町外れにこうやってゴミ捨て場がある感じもいいね。どうも。ちょっと待って、オカリナが。お見かけしない方ですけど、よそからいらしたんですか？ここは夢のように素敵な島なんですよ。楽しんでいてくださいね、ダベア。ダベア。これは一体何の段ボールなのだろうか。おう、びっくりした。はしごでしか行けない場所あるよ。はしごでしか行けない場所？マジで？見て見てこれ。あ、なるほどね。ビーチボールを、スイカ畑みたいな感じに。すごーい。なるほどね。確かにいっぱいあったらそんな感じにできるね。ここはなんかちょっとした庭があるよ。いいね、いいね。君のお家はどこだい？ここ？ではないよね。え、でもこの辺に家ある？ほら、なんか一人一人さ、ちょっとした、なんかこういうさ、なんていうの、素朴な感じの家でも、
一個一個庭があるのいいね。ここはいいっすね。海の家？あ、なんかめっちゃおしゃれ。いいな。いいな。この辺、ダイナー系ってことか。うわ、サーフボードめっちゃいろんな種類あるやん。あ、なるほどね。これ、手持ちペナント？私も持っとるけど、浜辺とかに使ったらさ、あ、なんか旗取るやつあるやん、走って。なんかあんな感じになるね。あ、確かに海の家ってこんな感じや。あんま行ったことないけど。あんま行ったことないけど。え、これなんか同化してない？めっちゃ同化してない？へぇ、あ、で、奥にはちゃんとシャワー室が。へぇ、すごーい。いいね、いいね。綺麗。でかっ。え、めっちゃでかっ。こんなの、え、これってさ、あれじゃない？釣り大会の時に置いとるやつじゃない？これもなんか景品でもらえるとかそういうことかな？ポイントと交換みたいな。あ、こっちには綺麗なプール。焼きですね。あ、かわいいよ、ほら。クマ。このクマかわいいな。いいな。めっちゃなんか女子力って感じじゃない？これ上に何飾ったの？フクロウかな？あ、本が。本が海に濡れてしまう。海に濡れてしまう？なんか日本語がおかしい気がするけど。おー、海を背に。コーヒーですか？良きですな。なんかさ、みんなさ、あの何？作業台めっちゃ可愛くない？私可愛いの全然ないんやけど。え、可愛い作業台欲しい。なんか普通に映えそうな感じの。みんななんかいろんなところ、活用しとるよね。こういう岩場とかさ、全然活用できてないけんな、私。そして白系で統一された浜辺。綺麗。この色も見えなくなった。この色も可愛いし、灯台、良き。あ、ほらほらほら。ね。違う色。さっき向こうにあったやつまた違った色だったような気がする。すごいな、これ。何？両側に落ちうるってことかな、滝。すごーい。こっちはちょっと和風な感じやね。あ、なんか。見て、あっこ。おー、上がれた。上がれた。何あれ？台所みたいなのあるんやけど。なんか、定食屋さんみたいな感じかな。あ、かわいい、ワンちゃん。あ、いいね、いいね。あ、こういう感じの、あの奥のさ、あの植物？ああいう感じのなんか庭先にある人あるよね、結構。あ、そしてほら。公園。いいな、なんか。ね、すごいシンプルでめっちゃいいな。なんかさ、こういう感じの風景さ、あれじゃない？妖怪ウォッチにありそう。あ、ここは、何？みんなが選択できる場所ってこと？ここ。そういうところが昔はもしやあったのか。あ、すごい、見てあれ、2階部分のベランダとかに洗濯物干しとるってことやろ？うわ、超リアルやん。すごー。すごーい。そしてここが、横丁みたいな感じ？ラーメンに、おでん。そして奥に行くと、ここで和食とか、居酒屋さんかな？楽しめると。そして厨房が。なるほどね。ちゃんと建物とかなくってもこういう感じでできるもんなんだなぁ。すごい。ん？あれはまたさらに違う場所か？なんか上にもお座敷みたいなのあるんやけど。もしやこっちから行けるとか。ん？違うか？ん？違うな。こっちではないな。こっちではなくて、あ、え、もしかしてこれは、ピアノを自販機みたいに見せたのかな？違う？あ、すごい！見てこれ！たぬき商店！めっちゃ賑わっとるやん。え、なんか店の前こういう感じにするのめっちゃいい。ね。超人入っとるよ。多分あれやね。こう、地元のお店に、子供たちがワイワイとやってくるみたいな。あ、
戻ってきたんか。あれちょっと待って、あの上の部分行けんくない？こっちから行くんかな、もしかして。ん？なんだかさっきまでと違う世界観。ほ？なんかさっきめっちゃね、古き良き日本って感じだったけど、超洋風な感じに生まれ変わったんだけど、すごいな、本当になんか同じ島の中なんだろうかっていうぐらい世界観が違うぞ。ここは何なんやろう？カフェかな？カフェっぽいね。ちょっとなんか悲しげな音楽が流れよる。ほら、こっから見える景色とこっち全然世界観が違う。綺麗やね、なんか。物悲しげやけど可愛い。綺麗。そしてこっち側に。ん？フルーツ。あ、すごい。ん？え？何？どういう場所あれ？いけん感じなんかな？なんかフルーツの木がいっぱい生えとって、なんかフルーツ系の商品とかがいっぱいあるけど。うわー、見てあれ、なんか。え、すごい。図書館？なんだっけ。これ忘れ物ってこと？忘れ物ってか落とし物ってことかな？見てこれ、すごい。え、めっちゃすごくない？ちょっと待って。横側が、あ、これでちゃんと。ねえ、これ。すごい、ちゃんとなんか。高さもあってさ、すごいね、こういうの。へぇー。こんなところに図書館があったよ。見て、なんか上に、クマがカフェを楽しんでいるよ。なんかどこ行ってどこ行ってないんだかちょっとよくわからなくなってきたんだけども。ここは、鉱山や鉱山。小人さんが働きようやね。お！見て見て見て、上もちゃんと働きで、おお、さらに上にも。小人たちの鉱山。みんな働き者やね、頑張りよる。あ、そしてここは小人さんのお家？あ、ここあるやん。白雪姫の家とかそういう感じやんね。リンゴもあるし。お、小人。なるほど、この辺は白雪姫の世界観ってことかな。こう。あ、はしごや。なるほど。このはしごを持って、なんかどっか行く場所があるっていうことやね。普通に見落としていたわ。めちゃくちゃ普通に見落としていたわ。なんかさ、あ、もしかしてこれ普通に落ち葉とかじゃなくって、このもみじ多分、網で取るやつなんじゃないかな。あ、ここ抜けれるやん。あ、見て、なんか上、びっくりした。虫がなんかしようかと思った。ここでなんか、絵を描きよる人がおるってことやね。へぇー。あ、すごい！なるほど！マイデザ使ったらほら、上に橋がかかっとるみたいに見せれるんや。そう、ああいう感じでね、橋を架けたいって言う人がめっちゃいっぱいおったよね、あつ森で。見て、こんなところに、チャペルがあるよ。ほら、すごい！森の奥のチャペル。めっちゃなんか自然と一体化している。ひっそりとひっそりと、ここで愛を誓う人たちがいるわけやね。いやー、びっくりしたわ、じゅんくん。素晴らしきやん。待って、ここから抜けたら海賊のとこに行くんやね。あ、てか、見て、ちゃんと魚の絵や。あのなんか、看板？矢印で刺しとるやつ。に、そして、お、フラミンゴ。お、めっちゃなんか、花畑や、花畑。おう。どうも。秘密の場所行った？まだ行ってないんだ。あ、ちなみにここ、あれだよね。フララの顔花畑らしくって、上から見たらフララの顔に見えると。何ここ？なんかめっちゃ、占い？占ってくれるのかい？何か。どこから上がればいいんかな、これ。ね、一応、3段目ぐらいからが綺麗に見えるらしいんやけど、3段目とは、ここから登れるんかな。ここではしごを。え？は、登れねえ。滝はさすがに登れんよね。登れないっすよね。あ、なんかここ登れるやん。あ、登れた。
見て、登れた。ここ3段目？どこから見たらいいんかな？こっちからかな？じゃーん！これが、フララの顔花畑らしいです。フララのお顔。あの黒いバラとかが、口と目を表現してるということかな？あ、要はこのはしごを使っていろいろと行ける場所があるっていうことか。うん、うん、うん。あ、一応ここ登れるとかあったわ。登れるとかあった。見て、こっち側にあった、坂。あ、来たかったところ。あ、このマトリョーシカ可愛いな。マトリョーシカなんか不気味なのしかないなと思いよったけど、可愛いのありやん。そしてここで、これも落とし物か？ここでフルーツジュースを楽しむと。こういうカフェの背景に滝があるのはいいよね、綺麗。これもしかしてあれやない。あの前に他の人の島で見た。桃から生まれた桃太郎というやつでは。そんなアイテム名かどうかはわからんけど。ほら生まれたえ、すごい。じゃあ普通に、あれなんやね。あの、触ったら割れる感じやけん。普通に桃として置いておくことができるよね。お、見てこれ。水の上に寝そべることが。お、ほら、めっちゃなんかリゾート地って感じ。突然の南国。いや、いいと思う。綺麗。あ、なんかいいね。カメハメハ大王。この建物にめっちゃよく合う感じ。よき。お、なんか遊園地あった。こっちにはなんか遊園地みたいなのあったよ。おー、いいね、いいね。これ開けれるんかな、もしかして。開けれんかった。あ、開けれなかったわ。あ、ここは案内所みたいな感じなんかな。あ、ピンクもあるやん、おもちゃ箱。え、ポップコーンもあるのね。これ中のポップコーンもピンクなんやけど、ストロベリー系のポップコーンですか？なんかめっちゃ、ディズニーとか行ったらさ、めっちゃなんかいろんな、色のポップコーンあることない？いろんな味、いろんな色。こっから入れるのか？お。ピクニック。座れない。別のとこから入ったらいいんか。よし。これで、ピクニック。あ、これ、同じ色にしとるっていう、同じデザインにしとるのはあれか。直接レジャーシートに座っとる風に見せるためってことかな。こんな感じ、ピクニック。いいね。クマちゃんも同席している。あ、ここから。何あの銅像。美術品かな。あ、こっち側前。あ、こっち側行ったんやね。ことは通り過ぎとったってことかな。あ、すごい。何これ。え、めっちゃすごくない？ほら、両端が滝。両端が滝。君さっき向こうにもいなかった。気のせいかな。めっちゃ動くね。ほら。めっちゃ動くね。あ、これは枯山水じゃないっすか。いいね、いいね。やっぱ枯山水は良きっすね。あ、ちょうどあの石の下が、波紋みたいに広がる感じに。そしてここは、あ、銭湯？なるほど。ここに露天風呂があるんやね。あ、すげえ、滝が。そして、ここが脱衣所で、見て、卓球。で、ここで、涼むと。おー、いいね。和風っすね。ん？こっちにはなんか、お墓？こういうタイプのお墓もあるんやね、ちゃんと。ほうほうほう。誰かが、お墓掃除を。そして、あ、ここがもしかして男の子の家か？ちょっと、お邪魔しますよ。めっちゃ和風や。え、なんかすごい、なんて言うんやろ。まあ、今時ではあるけど、すごいラフな格好しとったもんね。おばあちゃんと一緒に住んどったりするかな。はい、左の部屋へ。
え、なに？おしゃれすぎやろ、どうした急に。なに、何事？なんかおばあちゃんち、この部屋だけ改造された感が半端ない。ちょっと、動揺した。これはあの男の子の DJ ブースですか。絶対落ち着いて寝れんやん、こんなところで。はい、そして、奥の部屋へ。なに？なんか、あれなの？入り口入ってすぐの家だけ、部屋だけなの？あの、落ち着けるのは。でも多分、四方八方からめっちゃ、うるさい音が聞こえてきそう。ねえ、ちょっとなんか、びっくりするぐらい雰囲気が違うんやけど、周りの部屋が。ほら、なに？どうしたの？侵食されとるよ、おばあちゃん。大丈夫？あの男の子自由自在にやりすぎじゃない？もしかしてあれ？なんか警察とかの目をくらましといて、入り口で。で、ちょっとなんか奥とかに進んでいったら、こういう悪い人たちがたまりそうな。そういう感じの。ほら、絶対この家からね、想像つかんやん。お邪魔しました。ちなみに、はしごでしか行けん場所っていうのが、みんな結構移動するんよね。はしごでしか行けん場所っていうのが、あの、博物館の裏から、はしごで降りたら行ける場所があるらしいんやけど、あ、ここや、ここ。博物館。んで、あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。で、この博物館の裏から、はしごを使って、降りると、これか？あ、もう一段あるっぽい？こんな感じ。プライベートビーチ。プライベートビーチに到着したぜ。イエーイ。ここで合っとる？ね、ここで合っとるね。ここが秘密の場所らしいです。いいね。こっからなんか星見たりとかいろいろするんかな。いいね、こういうなんか、道具使ってじゃないといけんような場所とか。ここ。あ、そっか。で、あっちには占いスペースみたいなのがあるんやね。よし。多分これで全部回ったはず。いや、なんかめちゃくちゃ見応えあったよね。すごい。ボリューミー。あ！何気にこっち側来てなかったね。あの本のところは行ったけど。こっちから広場に出れるんやっけ？広場はどこだったかしら。でも、多分このあたり。ここはアリスの世界。あ、待って、ここの下か。よしよし。いやー、いろんな世界観がありすぎて、ありすぎて。ね。めっちゃ、充実。な、ハタのさ、ポケモン、ここしか関係なかったんかな。なんか他のところにはなかった気がする。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかめっちゃいろんなエリアがあったけど、どうかな、やっぱ古き良き日本っぽいエリアはめっちゃ好きやったかな、私は。あと、図書館？